はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回もですね、キュースペさんの、対戦の模様をお送りしていきたいなと思います。そして今回はですね、キュースペさんのクイヒーゴウィーバ、こちらをね、皆様にお届けしたいなと思います。あのですね、クラクラチャンネルもクイヒーゴウィーバ使い多いです。多いんですけれども、キュースペさんのクイヒーゴウィーバ、やっぱりですね、うちのクイヒーゴウィーバと違うなといった感想ですかね。ちょっとね、このテクニック見習ってほしいなというので、今回はですね、キュースペさんのクイヒーゴウィーバ、こちらにね、焦点を当ててお送りしていきます。ですね、本当にですね、やっぱりそのクランによって特色があるんでしょうね。こんな風に攻めるんだ、こういう風なテクニック使うんだっていう、本当に勉強になりました。目から鱗のテクニックとかありましたんで、それはもう後ほどね、お送りしていきたいなと思います。といった感じで、これがですね、いつも対戦でね、いろいろ戦ったりとか、もう何回もしております。毎回読み方とかちゃんと調べておこうと思って、毎回調べずに動画にしちゃうんですけれども、これ、スリースタークラッシャー M さんでいいんでしたっけ？ね、クラッシャー M さんね、いつも対戦でね、よく、ね、戦いますよね。いいんだよな。ああ、またやっちゃったな。また名前の読み調べようと思って動画、ね、調べないまま撮り始めるっていう悪い癖が出てしまいました。はい、そんな感じで、余談はこれぐらいにしておきまして。余談？ん？なんだ？はい。クイヒーゴウィーバですね。ですね、今回は、アチャクイを外に走らせる、独走型のタイプですね。こちらのクイヒーゴウィーバ、まずはサイドカットね、してしまって、もう1区画、2区画、3区画ぐらいもう削っちゃうんですよ。で、そして、サイドカットと、援軍処理が終わり次第、もうゴレイビーズでサイドカットをして、バルキリーを流し込んでいきます。そして、ホグライダー、いいですね。バルキリーがどんどん進軍していって、結構防衛施設残ったりしますので、こんな風にホグライダーをどんどん出して、ゴビーバー部隊、手の届かないところをホグライダーで潰していくといった、形でございます。うまいですね。ここでホグライダーが2連でちょっと引っかかって、結構死んでしまうんですけれども、それでも取り切っちゃうと。で、はい、この、クイヒーですね。がもう、外周をどんどん回って削っていってくれるので、もうホグライダー結構死んでしまっても、取り切れちゃっていた感じになってますね。結構、クイヒーとかにレイジ使っちゃうと、なんか呪文足らないんじゃないかなと思うんでしょうけれども、ゴウィーバの粘り強さ、あとクイヒーですね。クイヒーが外周を回って削ってくれるので、呪文3つでも結構ね、足りるんですよね。陸部隊にゴウィーバー部隊に呪文3つしか使わなくても結構ね、取り切れちゃうので。で、そしてもう余ったホグライダーを投入して、はい、ここの大砲削ってしまいます。壊しましたね。で、残りのもう9時の区画などは、もう、バルキリーならではの粘り強さ。もうバルキリーはいないのか。バルキリーはいないんですけれども、はい、クイヒーがね、なんだかね、壊しきって、で、最後、時間切れ防止用のウィザードが、なんとかね、壊してくれて、はい、前回お見事でございます。うまいですね。はい、そしたらですね。続いて、サップヒレさん。はい。はい、この方も、読み方とかちゃんと調べてなかったので、申し訳ありません。サップヒレさん。はい。はい、解説していきます。今回はですね、クイヒ、出して、まあ、サイドカットというか、なんかそういうのをして、ウォールブレーカーで穴を開けて、ウォールブレーカーで穴開けたよね。はい、クイヒを中に入れていきます。そして、ポイズンでヒーローの攻撃速度を落としてる。これね、非常に有効なので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。そして援軍ゴーレム出てきました。こちらもですね、ちゃんとクロスボウ1個しか攻撃ターゲット取られないところで、しっかりと処理をしていきます。
ここ大事ですね。あまり集中砲火食らうところで援軍処理してしまうと、クイーンが死んでしまうといった事態になりますので、皆様ここね意識してどこで援軍を処理するのかっていうのを意識していくといいと思います。そしてゴーレムとウィザードを出してサイドカットをしつつバールキリーを中に入れていきます。バーバリアンキングも今入りましたね。ちょっと全体的に見てみましょうか。もう食い火で、もう中に入れた食い火でもうすごいめちゃくちゃ削ってるんですよね。そして、ジャンプでバルキリーとババキンゴーレム部隊を、入れていきます。そしてアチャクイもあっという間に処理。いいですね。バルキリーも一気に何体も入れて一瞬にしてね、ヒーローを処理してくれるので助かります。そして、はい。10時、12時にかけて、オグライダーを投入して、外の区画削っていきます。そして、わー、テスラのね、この密集地帯嫌ですよね。ここももう、バルキリーと合流してきたホグライダーで一瞬にして、壊していって、でもうあっという間ですね。ここに中に入った、クイヒーでもうクロスボウも壊してしまってあっという間に全開。すごいすごい鮮やか、綺麗、すごいですね。序盤で名前につまずいてたので、なんて読むかっていうのにつまずいてたので、そっちの方に切り取られすぎて、なんかもう気づいたらあっという間に全開と、そうですね、名前の読みがわからないっていうのは私ケイスケのあるあるなので、皆様そこはねもう多めに見てください。はい、そしたらですね、続いて、あ、ハルボーンさんですね。ハルボーンさんはですね、自分がタウンホール8の時にですね、一時期ハルボーンさんね、クラン一緒だったんですよ。でね、まあすごいなんか会話したりとかそういうのはなかったんですけれども、なんかものすごいよく絡んだりとかっていうのはなかったんですけども、あと被ってた時期もちょっとそんな長くはなかったんですけども、ハルボーンさんがね、タウンホール級になって、でしかもこの攻めをしてくれてるっていうのを見てね、ほんとね嬉しくなりましたね。まだ元気にクラクラやってくれてたんだ、すごい嬉しいなってほんと思いましたね。もうあの時はお互いもうタウンホール8でしたからね。それが今やタウンホール9の高レベルヒーローにもなっていて、もうお互いあれからもう1年以上経ちましたかね。どれぐらい経ったんだろう。もう懐かしいなと、あの時はお互いタウンホール8だったなと思います。もう本当にね、ハルボーンさんの対戦久しぶりに見れて本当ね嬉しかったんですよ。もうね情がもうすごい入って見てしまいます、このリプレイ。はい、そんな感じでもうここでクイヒー部隊この価格もう削っちゃってるので、もうでっかい最高のサイドカットですよね。このサイドカットが効いてうまい具合にですね、バルキリーがね中心部分に入っていくんですよ。ここら辺とか削っておかないとバルキリー流れてしまいます。なので、クイーンであらかじめね大きくでっかくサイドカットしてるっていうのはねすごいうまいんですよね。で、はい、そしてジャンプ2枚を、贅沢に使って、バルキリー、ゴーレム、ババキン、ウィザード部隊を中に入れていきます。このね、火力も高いんですけれども、ヒーリング1枚でね、なんとかしのいでね、そして、一節を削っていくんですよ。でね、ここでちょっと、クイーンがね、死んでしまうんですよ。クイーンが死んでしまうんですけれども、もう仕事としてはもう大きいですよね。で、そして、はい、上の方。ホグライダーとバルーンをうまいこと使ってね、壊していくんですよ。うわー、うめー、ハルボーンさんうめーって思いましたね。いや、嬉しい。もう、すごい。クイーンとかね、死んでしまっても、こんな風にね、ちゃんとしっかりプラン組み立てているからか、もう余裕の全開なんですよね。バルキリーもたくさん生き残っております。いやー、これはね、見ててね、ほんと嬉しくなりましたね。うわー。うわー、いいですね。はい、素晴らしい。クロバルとホグライダーをうまいことね、使い分けた、クイヒーのゴビーバ。いやー、さすが、ハルボーンさん、前回お見事でございます。そしたら続いて、6番のハルさんを前回したひとみさんのクイヒーゴビーバ、見ていきましょう。今回はヒーラー3体ですね。自分結構ね、チキンでして、
あのヒーラーね、もうね、4体つけないとね、もうほんと不安で不安でしょうがないんですよ。ダメージ計算して、あ、ここヒーラー3体で足りるなと思ってても、もう怖くてね、3体じゃなくて4体とかね、つけてしまう時があるんですけども、あのやっぱりしっかりダメージ計算とかして、ヒーラー何体必要なのかなってね、ちゃんとね、計算できるようになるっていうのはね、必要になってきますね。ヒーヒーは。はい、自分もやれよっていう話なんですけどもね。マルチでヒーラー8体ぐらいつけたクイヒーでね、ダクエリ稼ぎとか自分やるんですけれども、ヒーラー8体つけてても、自分死ぬんですよ。もう怖くて怖くて。だからまあ、ね、一応下見して、ダメージ計算ができるクラン対戦でもですね、ヒーラー3体、もう2体でも余裕じゃねっていう場所でもね、4体につけないと不安で不安でしょうがないです。心配性でね、自分ネガティブなんで。はい、そんな感じで、そうだ、あんまり良くないですね。自分の癖で、余談とか雑談で結構力を取ってしまうっていうのも良くないですね。はい、もう前回の動画で分かってるんですけれども。はい、そんな感じで、今回はラバ虫ですね。非初見の攻めでしょうか。こういったね、ラバはもう処理せずに、ゴビーバー舞台につけて、どんどん進軍していくといった、戦術でございます。そしてですね、あれ、ババキン出してなくねって思ったんですよ。このリーフ見たとき。あれ、ひとみさん、ババキン出し忘れたのかなと思ったんですけれども、この後見ていてください。ババキン、あそこで出すんだっていうね、目から鱗というか、もう自分だったらもう最初の方に、ババキンを中に入れて、もう火力を補強していきたいなと思うんですけども、その出し方がね、あーすげーって思いましたね。これちょっと見ていてください。はい、今出しました。そして、ババキンにクロスボウやテスラのターゲット取らせた時点で、エホグライダー、どんどん投入していきます。すごいですね。ここ圧巻ですよ。ババキンを最後の方まで取っておくっていうね。自分はチキンだったらもうすぐ出してしまうんですけども。このタゲ取り役と、あとお掃除タイムに、もう使っちゃうんですよね。これすごいですよね。これもね、ぜひぜひ、クラちゃんメンバー見習ってください。こういう風にね、プランをね、組み立てて、全開を取るっていうのはね、なかなかできないので、こういう風にね、タゲ取りに使うっていうのに、やってみたいですね、自分も一回。はい、そしたらですね、はい、来ました。ガクさんの攻め。ガクさんはもうタウンホール級ではもう有名なプレイヤーですよね。自分も、憧れが強くてなかなかね、絡みに行けないんですよ。あ、ガクさんだってなってしまって。ガクさんのプレイね、ほんとね、皆さんぜひぜひ見習ってください。あ、こんなテクニックあるんだとか。あ、そんな風に攻めるんだっていう。もう本当にガクさんもういい人で、しかも、本当にね、この度ね、許可もらったんですけども、本当にね、優しい人なんですよ。もうね、憧れますよね。はい、あーそうだ。はい、といった感じで、クイーンを、12時から出していって、0時で、クイーンを、保護していきます。令状かけてね、ヒーラーの回復量を増やしております。そして、ポイズン2つを使って、丁寧に援軍の方を処理していきます。はい。そして、壁を開けて、こちらですね、11側。壁を開けて、中にクイーンを入れていきます。まあ、これは、まあ、よく見るテクニックかなと思うんですけども。はい、見てください。もう一箇所穴を開けました。これによって、一回中に入れたクイーンをもう一回外に出して外周を回していくといったテクニック。この回し方ね、見たとき、あ、なるほどなーって思いましたよね。これ確か、タウンホール10の人がなんかやってるの見たことあるんですけれども、それをタウンホール9で応用してしまうと。で、タウンホール9でも使えるテクニックなんだなってもう再認識いたしましたね。再認識？ん？なんだ？まあ、そんな感じで、うわ、すごいなって思いましたね。ね、キュースペさんとの戦いが終わった後、ドライメンバーとね、話してね、もうテクニックとかがもういちいちかっこいいって話しましたね。これね、すごいなと思いました。そして、ジャンプを打って、そして、バルキリー中に入れてて、ヒーリングをかけて保護していきます。そして、アチャクイも瞬殺です。そして、はい、サンジ側の大砲とかもですね、ホグライダーで丁寧に壊していきます。そうですね、災害層の、ここの部分はもう、しっかりホグライダーで壊すって決めてるんでしょうね。どんどん投入していきます。で、まとまってきたホグで、5時側の大砲とか壊しちゃってね。もう、すごい。もう、そして、クイヒーで、災害層のね、防衛とかも
もう削り切ってしまって、で、ヒーラーがちょっと対空砲に撃たれてしまってるんですけれども、もうここまで、クイーンが回ってきてしまったらもう仕事は果たしたなと。でそしたらもうあと余力はもう怖いのがテスラとクロスボウだけですね、なんですけれども、もうはい、クイーンも中に入っていって、テスラも壊して、そして残るクロスボウ、HP 高いクロスボウ嫌ですよね、残ってと。しかしですね、こんだけヒーローもバルキリーも残っております。なのでもうこれは余力で壊してしまうなと、おそらく計算してるんだと思います、といった感じで、はい、そんなこんなで全開といった。これね、もうぜひぜひクラチャーメンバーの皆様見習ってください。12時側とかもウォールブレーカーで穴開けずに、バルキリーとババキンでもう自力で割っちゃうんですよね。そういった、プランの組み立て方もぜひぜひクラチャーメンバー、ぜひ見習ってほしいなと思いました。はい、というわけで今回はキュースペーさんのクイヒーゴイーバでした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。